親父のランチ中華丼、一人分400キロカロリーです。白菜ざく切り、葉っぱも、エリンギ、キクラゲ、エビ、ニンニクと生姜、豚肉、エビ、白菜とキクラゲ、調味料を入れて煮ます。とろみはくずで白っぽいです。ご飯は240キロカロリー。盛り付けます。あんをたっぷりと入れます。出来上がり。一人分400キロカロリー、160円です。それではいただきます。親父のランチ、白菜と豚肉のオイスターソース炒め、一人分460キロカロリーです。白菜、芯と葉を分けます。ピーマン、生姜と油なじませ豚肉入れます。白菜の芯、ピーマン、白菜の葉、真ん中開けて調味料、汁気を飛ばして完成です。ご飯は240キロカロリー。盛り付けます。白菜炒め大盛りです。卵焼き、ミニトマト、しそを入れて完成。一人分460キロカロリー。それでは今日も行ってきます。親父のランチ、白菜の肉巻き、一人分440キロカロリーです。白菜を切り分けます。芯は短冊切り、ピーマンも短冊切り。巻きます。肉、白菜、ピーマン入れます。焼きます。蓋をしてしっかりと熱を通します。完成です。こんな感じ。ご飯240キロカロリー。盛り付けます。白菜巻き、卵焼き、ミニトマト、梅干し入れて出来上がり。一人分440キロカロリー、160円。それでは今日も行ってきます。親父のランチ、白菜と厚揚げ炒め、一人分420キロカロリーです。白菜乱切り、厚揚げ、炒めます。味付けは焼肉のタレ。おいしそう。ご飯は240キロカロリー。盛り付けます。白菜炒め多めです。卵焼き、ミニトマト、青のりかけて、五穀ふりかけ、梅干し、出来上がり。一人分420キロカロリー、130円です。それでは今日も行ってきます。